カビーネはハインケル航空機で設計されたバブルカーであり、1956年から1958年にかけて生産された。1958年にライセンス生産権がアイルランドのダンドオークエンジニアリングに譲渡されたが、品質管理の低さからライセンスはすぐに引き上げられた。生産は1960年に英国のトロージャンで、 トロージャン200の名称で再びライセンス生産として始まり、1966年まで続いた。1959年から1962年の間にアルゼンチンのロッセドロスでもスチュードベーカーのピックアップトラックと並行してハインケルのブランド名でライセンス生産が行われた。ハインケルツーリストスクーターの 174cc。 9.2HP 単気筒4ストロークエンジンを搭載したカビーネ150の生産が1956年3月に始まり、1956年10月に 198cc エンジンを搭載したカビーネ153と 204cc エンジンを搭載したカビーネ154が発売された。カビーネ154に搭載された 204cc エンジンは後に 保険の関係で 198cc に排気量を縮小された。カビーネは構成ユニットボディで車内への出入りには車体全面ドアを介して行ったが BMW リセッタが使用していた BMW の特許を侵害しないようにステアリングホイールがドアと連動して移動する機構は有していなかった。しかし他のいくつかのバブルカーとは異なり交代用のギアを持つ 変速器を備えていた。ありがとうございます。